こんばんは。こんばんはちゃん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは。はい、水曜日です。こんばんは。今日はですね、4月がもう3日経ちました。こんばんは、はい、今日はちょっとジメッとしてましたね。こんばんは。ね、まあちゃん、はい、こんばんは。夜ご飯はこれからです。はい、今日はね、みゆのお誕生日とチームエイトさんの10周年をやっておりましたね。こんばんは。雨は降ってました。降ってた降ってました。そう、傘、なんか傘をなくしたっていう話、新しい傘を2回目にしてなくしたっていう話をしたんですけど、あの、探してたんですけど見つかりませんでした。悲しいです。悲しい。そう、なんか見つかるだろうなって思ってたのにね。そう、見つからなかったの。なんてこったね。どういうことだろう。誰か持ってっちゃった。そんな、人が使った傘嫌じゃないのかな。私が傘になる。うわ、お願いします。ぜひうちへ来てください。今すぐに傘立てに、うちの傘立てに来てください。お高い傘だっけ。そう、でもね、私的にお高いって思ってたんですけど、この間みんなに、え、どれぐらいって言われて、いくらぐらいだよって言ったら、え、全然お高くないじゃんって言われちゃった。そう、なんか傘ってそんなもんなんだって。あんまり傘買ったことなかったので。そう、でも私にしてはめっちゃ傘にこんなっていうまあだから普通ぐらいですね。みんなの普通ぐらい。そう、私はいつもなんか傘は使い捨てじゃないけどみたいな感じの感覚の傘しか買ったことなかったので。買ったことないことないと思うけど、自分の、そう、ちゃんと自分で買ったのはね。そう、だからね、こんばんは、こんばんは。うんうん、高い傘買ったらなくさないかもね。いや、だって私お高いって思ってたんだもん、それけどなくしちゃったから、もう傘はなくすものなんだって思い始めました。そう、もうしょうがない。逆にどうでもいい傘の方がなくさないのかも。ガビーン。
花瓶です。雨でもできるだけ傘をささない主義。あ、わかるわかる全然説得力ないけど、日本だけって言いますよね、傘さすの。わかる。ちょっとさ、かっこいいよね、傘ささないって。わかります、傘ね。うんうん、マレーシア、そうらしい、わかんない。で、帽子とかかぶってたらいらないよね、正直。こんばんは。うーん、傘とボールペンはなくすの前提でか。ボールペンも。そうなんだ、ボールペン、確かに確かに。ボールペンっていうか、ボールペン、私はシャーペンですけど、シャーペンめちゃくちゃなくします。だから結構その勉強っていうか、勉強のイメージが私はあると思うので、皆さんに文房具はいっぱい持ってるだろうって思われるんですけど、いっぱい持ってるけど、シャーペンがどん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 なくすのよそう、よくないから意外と持ってなかったです。こんばんは。ヘアピンめっちゃなくす。わー、わかる。ヘアピンね。私前さ、ね、小学校の前、保育園の時に、ヘアピン、お気に入りの、めっちゃお気に入りの、毎日つけてるヘアピンがあったんですよ。でも、毎日つけてて、もう大好き。でも、ある日、そのヘアピンを、なんて言うんですかね、比喩を使わせていただくと、お花畑にお花を摘みに行った時に、お花畑にジャーって流してしまって、そのヘアピンをそれでもう大号泣、ってその自動ドアのヘアピンが大号泣しましたっていう、ヘアピンの切ない思い出を思い出した。そう、もう最悪、もう人生終わったと思いましたね、その時は。うん耳かきがどんどんなくなって、それは不思議すぎます。耳かき、それは不思議ですなんでですか。6月から傘ささない人になるから、どうなんですかね、傘。でもささん、ちょっと向こうで傘させてたら本当になくしそうだから、傘ささないかもしれない。傘ってマレー語でなんて言うのかな。お、喋れます確かに英語もわかんないかも。ちょっとまず英語ね。傘、あ、アンブレラ、アンブレラ発音、アンブレラ、アンブレラ、アンブレラだ。そっか、じゃあマレー語、アンブレラとパーユン、パーユン、パーユン、パーユンです。んー、もはや傘売ってないか。あ、ありそう、売ってないかもしれない。パーユン、パーユン、パかな、パーユン、パーユン、かわいい、パーユン傘なくしたら日本から送る、優しい優しすぎる、パーユン。じゃあ待って、さや、好きってなんて言うんだろう、サヤスカバユン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 、私は傘が好きサヤスカバユン、
そうなんです。 I love umbrella. I like umbrella. サヤスカパユン。スカって言うんだ。スキは。じゃあ、サヤスカ。サヤスカアワ。アワ。サヤスカアワは何でしょう。スカ。サヤスカアワ。私はあなたが好き。サヤスカアワ。ねえ、大好き。大好きはなんて言うんだろう。ん？けどさ、前大好きって日本語特有なのかなって思ったんですけど、前韓国の知り合いの方がいて、その方に大好きってどういう意味って聞かれて、なんかいっぱいいっぱい好きみたいな。いっぱいたくさん好きって言って、あーって言われたことあって、さや、ん？さゆさやがわ。あ、これこないだやった。愛してるってなんて言うのって言われたとき、さやさい。サヤサヤガワ。サヤサヤガワ。グアワ。あ、サヤサヤグアワ。サヤサヤグアワ。ガワ。サヤン。そうだ。愛してると大好き一緒だ。サヤサヤグアワ。サヤン。サヤンが大好きみたいな。さやが私、あわがあなた。で、が、さやんぐとあわが混ざって、さやさやんぐあわ。さやさやんぐあわ。おぉ。てれまかしい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 。発音難しそうかな。難しい。文法英語に似てるのかな。うん、似てそうって今最近感じてる。テラマカシで、受け入れる、かしい。おお、なるほどね。テレマカシーの意味をね、今調べたんですけど。テレマカシー。テレマカシー。テレマカシー。テリマが受け入れる。で、カシーが愛。愛を受け入れるで、テリマカシーだ。すごい。テリマカシー。テリマカシー。テリマカシー。受け入れてんだ。素敵。素敵ってなんて言うんだろう。ナイス。素敵。バグス。英語は？ナイス。ナイス。ナイスワード。バグス。バグス。素敵ってよく使うからな。バグス。
己紹介、そうですよね。確かに。さや。あ、さやだけで、さやはるか。バグス。こんばんはーちゃん、こんばんは。こんばんは。そう、暑いです。地球の歩き方マレーシア編、え、ありますか？なんか探したけどなかった。あるかな。ルルブはね、ルルブは買ったんですよ。そうか、ガイドブックだけど、ね、松屋、そう、食べたい、食べたいです。そう。でまずは、まずはね、ライトなとこから入って。こんばんは。そう、皆さんも桜見ましたか？もう私桜、最近も桜にハマっちゃって。そうなの。最近っていうか、今年。めっちゃ桜見つけたら絶対写真撮ってる。そう。桜。なんかマレーシアに桜がないって、桜がないっていう噂を聞いたので、ゴミとかなきゃっていう気持ちになって、今までより桜を意識するようになって見てるんですけど、先週末桜見に行ったらつぼみだった。え、素敵。つぼみって最高じゃん。つぼみ、職場の廊下から見える。いいね、いいな。そう、でもなんかさ、なかなか快晴っていう天気にならなくて。そう、あーちゃんと一緒にお花見行きたい人生でした。行きたい。お花見大好き。お花見、そう、前から、前っていうか小さい頃、中学生の時くらいからお花見すごい好きで、中学生のお花見会みたいな、あ、鬼ごっこ会だ、鬼ごっこ会っていう謎のなんか会がね、10人ぐらいの会があって、それは毎日昼休みに鬼ごっこをしてた仲間たちっていう意味なんですけど、その仲間たちで中学校卒業してもお花見時に集まってお花見して鬼ごっこするっていうのを何回かやってました。そう、今はもうやってないです。ぐらいお花見好きです、でもあのなんかこうなんか弾いてとかちょっと今、あ、でも楽しいか、みんなでやれば楽しいけど、ちょっとめんどくさいかも。そう、だからちょっとこうやってって眺めるぐらいでいいかな。そう、鬼ごっこ好きだったんですよ。給食でお花見したことないです。噂の鬼ごっこが、まだあるのかな、グループ、ちょっと見てみます。もうないか、私脱退したかもしれないです。脱退したかも。なんかグループいっぱいあるんですけど、すごいです。もう懐かしいっていうグループいっぱいある。パジャドラ後半 MC とかある。やばいです。
絶対使わない。ない、鬼ごっこ会ないわ、私抜けちゃったんだ。そうかそうか、春の大三角もあります。うわ懐かしいすごく懐かしいグループがいっぱいありましたね。そう、16期の同い年のこう高校生、高校と両立してるメンバーのグループラインとかそう、結構やっぱ両立、学校と両立する上でここってこうだったよねとか共有するお話があったので、そのグループとかあります。ご飯っていう謎のご飯っていうグループがあります。何のご飯なんでしょうか。あ、ん？これは最近できたやつかなご飯いけたのかな。ね、いっぱいありますね。そう、やっぱり AKB だといろんなそのフェスのたびにグループができたりとか、あと卒業公演、誰か卒業公演のたびにできたりとかするので、すごいもうどんどん増えていくね。なるさん、あー確かになるさんとご飯絶対行く。もうさ、なるさんがヒントくれたじゃないですか、なるさんの誘い方、この日のこの時間はどうですかっていう風に聞くのが一番いいみたいなことを本人が言ってらっしゃったので、その作戦で行きます。絶対に。何が好きなんだろう、なるさん牛タン、やっぱりね、誘います。そう、最近ねすごいいっぱい、やっぱりそのマレーシアに行くことが決まってから、あの連絡来る人が多くなったりとか、あと自分的にも会っときたい、みんなに会っときたいなっていうので、こう積極的に誘ったり誘われたりするようになったので、この調子でなるさんを倒したいと思いますはい、気づいたらグループが自分一人になってることあるよね。あります、わかるね。え、こんばんは。お団子はみたらし、あ、いいですね。私は、みたらしも好きだけど、あれも好き、醤油の海苔のやつ、あ、大好きです、はい、初めまして。ねー、そうですよあ、ちくわの磯辺揚げ、あ、それだ、なるさんめっちゃ好きですよね。でも難しい、そうなるとさ、結構ちくわの、え、みんな難しいですよ。ちょっとお腹空いてきた。ちくわの磯辺揚げ有名、美味しい店、すごい出てきた。うわ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、やばすぎる。あー、いやー、よだれが出てきちゃいます。私でも磯辺揚げすっごい美味しいのね。食べたの。どこだっけな。京都だ。ん？京都だ。京都、あの、JR 東海さんの CM を撮影しに、京都に行かせていただいたときに、夜ご飯
そう、皆さん、スタッフの、スタッフの皆さんとメンバーとマネージャーさんとみんなで食べたんですけど、そこで出てきた磯辺揚げが本当にこれでもかっていうぐらい、そのあの青海苔が入ってて、すっごい美味しすぎて、帰ってきた瞬間、東京に帰ってきた瞬間になるさんに見せました。見てください、これ美味しかったですって言いました。そう、そうだよね、ちくわの磯、そうですよね、なんかね、大人な感じのお店になっちゃう、 それだけの店とかね。あ、うどん屋さんいいですね。でもうどん屋さんってなんかさ、パッて食べてパッて帰るからさ、なんかさゆっくりお話できなそうだけど、確かに、かき氷のためなら行きたいって言ったから、京都の磯辺揚げも行けそう。それはそうかも。二次会するね。そうですよね。なんかさ、夜ご飯ってさ、誰かと、誰が夜ご飯行くときって、まあゆっくり夜ご飯でおしゃべりして、じゃあねーみたいになるけどさ、ランチって難しいよね。あのランチした後のどっちもまだ別に予定がその後ないよみたいな時って難しい。日本にいる間どこか旅行したい。あ、確かに。あんまり考えてなかったけど、そうだな、旅行か。波動旅行行きたいですけど、そうね、どこだ、なんかでも旅行、そうか。そうですね、旅行、難しい。でも埼玉県をもっといっぱい深く知りたいかな。そう、ランチした後はカフェに移動してお話。そう、私もそうする。やっぱランチのところってもう早くランチランチって感じで、あの早く出て行ってほしいみたいな感じを感じるから、ランチは食べてカフェでおしゃべりしてバイバイっていいのかな、それで正解。ね、だって言おうと思えばさ、夜まで入れちゃうじゃないですか、もしお互い予定がなかったね。香川、うわ、行きたい、行きたい。本当に四国に本当に行きたいです、私は。そう、本当に旅行でココアちゃんに会いに行く。ああ、いいですね、広島。めちゃくちゃいいけど、もう波動旅行行けなそう。くぅ、波動旅行さん。波動旅行さん。どうしたらいいんですか。こんばんは。ねえ、苦しいです。なんで、なんで、アフタヌーンティー行ったことないです。どう、何、どうやってやるの、アフタヌーンティーって。最初からあのなんかデザートのこういうお城みたいなやつが出てくるんですか。クルルンとハーちゃんがレッスンの帰り道話し足りなくて駅前でずっと話すっていうエピソード好きです。ありがとう、ありがとう。
もう本当にね、クルルンとは本当に話が止まらなくって、というかクルルンがずっとね喋ってくれるし、もう分かるってずっと言ってくれるの。そうだから でお互い分かるみたいになって、もう本当に JK って感じです。 JK じゃないけど、お互いそうなの。すっごいね、だって前は本当に立ち話でずっと何時間も話したことも、そう、あれ？暗くない？みたいな時もあるし、一緒にスタバのフラペチーノ買って、なんかベンチに座りながらずっと話したこともあるし、そう、なんかね、ずっと立ち話とか、そういう外で話すことが多いです。そう。ね。いや、これはなんだろうね。なんか、人間あるあるなのかな。なんだ。昔からでも結構そういう感じかな。中学生の時とかも帰り道ずっと、本当になんかみんなの分かれるところみたいなのあるじゃないですか。みんなのこの分かれるこの交差点みたいなところがあって、そこでずーっと、ほんでずーっと おしゃべりして、もう長すぎて、それが、お母さんたちが、それぞれのお母さんたちが帰ってこないから心配して、探しに来て怒られるとかあったぐらい ずっと喋る。そう そうなの。いや、せいちゃんもむっちゃ話します。もうやばいです せいちゃんはやばい。本当にカフェにご飯まず食べて、でその後お散歩しながら、なんか雑貨とか、せいちゃんが雑貨が好きで、私も見るのが好きだから、雑貨屋さんとか見たりして、ブラブラしながら、まあその時も喋るじゃないですか、話な、ん？歩きながら。そう。で、その後、カフェに入って、本当に、本当にずーっと喋って、気づいたら閉店の時間とかあります。閉店の時間が、まあ夜とかじゃなくて夕方だったりするんですけど、そう、本当にすっごい喋る、止まらないの、永遠に話せるの 面白い。せいちゃんは結構なんか、せいちゃんの今、せいちゃんのこだわってる話とか そう、これがこうでとか話してくれて、えーってすごい面白いの。なんかね、お米の、今はお米にこだわりがあるとか、なんだろう、こうしたら、公演後にこれを食べたら体にいいんだとか、筋肉にいいんだとか、なんか、すごいね、物知りっていうか、突き止める能力がすごいから、せいちゃん。それを聞くのが、すっごい面白いね。ねえ、話すの大好きです。本当に面白い そう、お母さんたちによく捜索されてた。仲間です いいよね。なんか前は本当にくだらないんですけど、それし小学生の時かな、自転車のベルあるじゃないですか、リンリンリンってなるやつ、あれが面白くって、その友達と2人であれでクリスマスソング、なんか「ジングルベルジングルベル」ってやつ、あれを奏でられないかっていうので、もう何時間もやって、門限過ぎてるの気づかなくて、ずっとリン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 やってたら、なんか本当に暗くなっちゃって、お母さんたち探しに来て、公園でやってたんですけど、公園に来て怒られる、何やってんの、怒られるとかありました。そう、捜索されて、中山きんに君みたいな話題 面白い。
研究生と話す研究生か。でも18期ちゃんは、あ、でも前ね、あの大掃除しためっちゃ前だけど、12月31日ん30日かなんかに大掃除した時に、結構研究生のこと出してくれるとかその辺だったのね。で一緒にお掃除終わった後に結構おしゃべりして、そう、その時にあのかすみん、工藤かすみんが話しかけてくれて、あの大学と両立したの本当にすごいですみたいな言ってくれて、そうめっちゃ嬉しくて、そうそう話とか、あと18期の関係ってどうなのとか、この子どういう子なのとか話したりとか、そう研究生じゃないけどまさちゃんはよく話すかな。リン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 といえば明日よかべりんさんの卒業公演だ。早い。おかげさまで岡部凛さんとの写真がなんと3個もあります。明日載せちゃおうっと。そう載せちゃうんだから。19期生とはねまだお話はしてないですけど、でもすっごいいっぱい挨拶してくれます。おはようございます、お疲れ様です。あ、でもお写真撮りました、19期生と。あ、でも4人しかいなかったんで、多分年齢で最年少の子がいなくって、そう4人と撮りました。すごいです。こんばんは、こんばんは。そう、あと佐保さんともお話止まらないかも。年に1回ご飯する仲なんですけど、あの楽屋とかに行ったいる時はそんなに、あ、目がそんなにずっと長話しないけど、一緒にご飯行ったりカフェ行ったりしたらずっとおしゃべりしてます。こんにちは、こんばんは、こんばんは。ねえ、いつの間にか先輩になりました。先輩になりました。そう、いいね。そうだ、どうなんだ。こんばんは、佐保さん。佐保さん、あ、お出かけの予定立てましたよ。やったー、そう嬉しい。まだ日にちは詳しくは決めてないんですけど、おー、佐保さんがこれはどうって言ってくれて、絶対に日にちは合わせてそれに行きます。嬉しい、楽しみだから。ちょっと桜は間に合わないかもしれないけど、そう楽しみね、嬉しい。佐保さんからさ言ってくれたんです。ね、確かにこれからも毎年恒例にできたらいいな、夏って。そう、せいちゃんともご飯行きたいな。
そう、あとね、卒業生とかとも、卒業生の子たちも、結構いろんな子が、移籍の時に、行くんだみたいな感じで、連絡をくれて、そう、あったりしてます。この間インスタに載せたかな文とか。そうなのよ。これからも毎年コーチ作法に行ってみて。確かにそうします。絶対言う。こんばんは。嬉しいですよね。人と話すのが好きなので嬉しいです。そう、トムさんは前焼肉岩に連れてってくださいました。美味しかった。この間ね、ズッキーと話してたんですけど、いってらっしゃい会16期でしたいってジュッキーが ジュッキーが言ってくれたの。そう、だからちょっとジュッキーに幹事をしてもらおう。絶対しないっていうかさ、する人としない人っているけどさ、絶対する側じゃないけど、ズッキーって。ね、ここはちょっとラッキーズッキーちゃんにしていただこう。いや、本当に難民がいないから誰もしないんですよ、幹事を。 そうなの。こんばんは。28日握手会申し込みました。初めて行きます。嬉しい、ありがとうございます。楽しみ、待ってます。ズッキー、あとズッキーともさ、ね、お出かけしたいねって話してて。絶対したい。ズッキーと話すの大好き。真ん中あたりがやりそうなのに。ああ、意外と、おりんとかね。意外じゃないか。やっぱ、今の16期の最年長がおりんなので。そうなのよ。そうですよね。そうなの。誕生日的に。結構、やっぱ大学院生だし。おりん。やってくれるかな。そう、おりん最年長なの。ズッキーとどんなこと話す？ズッキーとどんなこと話すかな？なんだろう、ちょっと待って。本当にたわいもないことなんですけど、すごいのんびり話せるんですよ。そう、ズッキーもゆっくり話してくれるから。どんなことだろう、あんまり覚えてないけど。あ、でも食べ物の話よくする。そう、ズッキーも結構食べるものが好きというか、食べるものの趣味が似てるねって話を、あれ？これの話前もしたかな？してて、あ、じゃあこれとこれだったらどっちが好き？っていう話をして、そう、例えば、なんだっけ、忘れちゃったけど、で、その時に、じゃあマカロンだったら何味を選ぶ？って話をして、それで、せーので言ったわけじゃないんだけど、シトロンで一致したの、答えが。すごくない？シトロンで会うって結構すごいなって思ってる。そう。クルルンものんびり話すの？クルルンはのんびり話さない。クル
ルンは絶対にのんびり話しません。絶対に早いけど、それも好き。早く話すの。だからちょっと早くなるかも、来るんだ。でも来るには追いつけないのよ、絶対に。だからこうなんか餅つきみたいな感じで、こうやってクルルンがこうやって餅ついてたら、私はなんか全部に挟むのは多分間に合ってないので、あの3回に1回ぐらいこうやってペッて挟んでるって。そう、それがめちゃくちゃ楽しい。うん、シトロンってあるよね、レモン味。そうなの、ラッキーズキーちゃん。はーちゃんの僕たい公演の一番今日好きな曲は何ですか。うん、質問が来ました。はい、一番好きな曲は、難しいな、3個言ってもいいですか。いや、ちょっと下で、ビバハリケーンで、まあ 0.5 ぐらい上なのが僕の太陽で、それの 0.5 ぐらい上がひまわりかな。そのパフォーマンスするのが好きだとまた変わってくるんですけど、曲として歌として好きはそんな感じかな。もうひまわり好きすぎてさ、もう大変です。ひまわり大好きです。はい、パフォーマンス自分がパフォーマンスするのが好きって言ったら、愛しさんのディフェンスは結構好きです。難しいけどね。ねえ、ひまわりってさ、大好き。大好きです。そんなこんなわけでも好き。お、そんなこんなわけでもいいよね。そんなこんなわけでね。夕日が好き。お、夕日ね。わかります。お、最近なんかね、これめちゃくちゃ裏話というか、皆さんに全く関係ない話なんですけど、僕の太陽公演でユニット曲やってる時に、スタンバイ、次の曲、前の曲の時に次の曲の人はスタンバイするじゃないですか。それでだいたい2サビ、その前の曲の2サビ終わりぐらいの時に、その武漢さんが楽屋に間もなくですみたいな、スタンバイお願いしますって言ってくれるのね。その声がっていうか、もうそれがもう染み付きすぎて、毎回同じタイミングで言ってくださるので、もう例えばアイドルなんて呼ばないでのランランランララみたいなところ聞いたら、もう間もなくですっていう声が勝手に頭の中で再生されるぐらい、その間もなくですをめちゃくちゃ聞いたよっていう、どうでもいい話なんですけど。そう、例えばあとは僕ジュリーは出てるから、日暮らしもあんまりで、愛しさのディフェンスのあのザーって気持ちとは裏腹なの前、なんか落ちサビの前とか
もう間もなくです、もう絶対入ってくる。だからこれから一生その声がついてきます、その歌を聴いた時は私の中で。ちょっとそんな話をしてみました。こんばんは。はい、レイダン、ねえ、いいですね。そう、そういうこと。綺麗になった？嬉しいです。KLP の初日公演が何か気になってくる。すごい、めちゃくちゃ気が早い。ね、できるように頑張ります。ひまわりのマイク自分で用意するの、おお、面白い視点。ひまわりのスタンドマイクですか？スタンドマイクは高さがさ、スタンドマイク変えられるじゃないですか。それはリハーサルの時に自分の高さに調整するんですけど、でもメンバーがこうやってやる前に大体の高さを武漢さんが大体こう合わせとってくれるので、そっからこうやって自分でちゃんとやるんですけど、もうなんかわかんないですけど、私のはもうぴったりです。いつも武漢さんがやってくれるところでやってぴったりだ。もうそれでいきます。だからそう、ねえ、すごいです。そう、そうなので、その武漢さんすごくて、もう本当に僕の体力をいっぱいやってて、ていつも同じ、大体同じその武漢さんなんですけど、毎回リハーサルとかもちゃんと立ち位置と歌詞と踊りとか、リハーサルでこうどこ誰か間違ってないかとか全部見てくださって、本番も全部見てくださってて、そうだからもう全部の振りを多分覚えちゃってて、そうなんかもう踊れるみたいな。ここの振りがなんだろう、パーじゃなくてグーだと思いますとかも、その久しぶりに出たメンバーとか初めて出たメンバーに、メンバーじゃないのに教えてくれるんですよ。そうで、メンバーがんみたいな、わかん、どういうことだってやると、こうやって一緒に踊って教えてくれるみたいな。本当にすごいです。そう、あ、そうです、武漢さんは舞台監督さんで、なんだろう、仕切ってる、そのステージで、ん？ステージ舞台のなんかリーダーみたいな、そう、照明さん、照明さん、音声さんとやり取りしたりとか、メンバーになんかいろいろ指示したりとか、あとこうパネル開けてくれたりとかする、一番まとめ役の方です。そうね、すごいよね。こんばんは。初見です、ありがとう。そう、うん、司令塔、そうですね。そうです、そう、女性の方です。面白い。面白い。あ、そうだそうだ、今日はこれを見せようと思って、というかもう1時間経つ、早い。じゃじゃーん、後で
後でてか SNS にも載せるんですけど、こんなものをいただきました。じゃじゃじゃーん。はい、500回出演記念の盾を、皆様からいただきましたので、すごいご立派。ちょっとここで見せちゃおうって思いました。ありがとうございます。ね、すごい500回、ありがとう、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。500回って結構すごい結構すごいよね。本当に嬉しい。なんか私こういう賞状、あ、賞状じゃないや、トロフィーとか盾とかあんまり人生でそういう優勝とかってあんまり したことないので、そう、1回だけ百人一首の大会、ちっちゃい大会で優勝してトロフィーもらったんですけど、それぐらいですかね、人生でトロフィー。そう、だからなんか一番になったこととかあんまりないから嬉しいね。これも後で載せますけど、とりあえずこのちょっと反射しちゃいそうだな、こちら。あ、めっちゃ反射するな、ちょっと見せれないや。メッセージカードをメッセージカードのやついただきました。ありがとうございます。このブックですね、皆さんからのこのメッセージカードをみんな書いてくださって、劇場のブックスに入れてくださったりとかしたものがまとめてくださったやつをいただきました。本当にありがとう。もうもらった瞬間に読みました、全部。はい宝物です、ありがとう、嬉しい。そう、生誕祭、ん？生誕のメッセージカード、ありがとう、書いて、こう作ってくださった皆さんと書いてくださった皆さん本当にありがとうございます。嬉しいです。幸せ。はい、ハグしてます。もうすぐキュッてしたくなっちゃいます。はい、全部愛おしい、ありがとう。あとね、なんか握手会の時に誕生日おめでとうって言ってもらったんですけど、それの横断幕もう届きました。これが一部ですめっちゃ大きいんですけど、記念にいただきました、ありがとうございます。今はちょっと小さく折りたたんでます。はい、という感じでいろんなものをいただいて幸せです。本当にこういうもの、形になるものをくださる。あ、ここになんかちっちゃいバージョンがあった。これです。これ、ちっちゃいバージョンもあります。いただきました。はい、もう絶対これ、絶対、絶対、もうね全然思いつかない。絶対東京駅で掲げますね、東京駅。はい、
ちょっとなんでもないですね。ありがとうございます。国分寺の広告はもらえどうですかね。広告はでもあれは駅のあの額縁とかね、駅のものなのでもらえないんじゃないかなと。でもいっぱい写真撮ったから、はい、もう絶対あのクアラルンプール空港でこうやって持ちますね。今日エイプリルールじゃなかった。はい、そのものももちろん形になるものももちろんですけど、ここのものもめっちゃ嬉しいけど、ここに詰まってる気持ちが本当に嬉しい。ありがとう。なのでいつもあのコメントとかね、気持ちとかいっぱいありがとうございます。ありがとう。はい。じゃあそんな感じで、もう早すぎる。なんかさ、今日さ、柔らかの話とか、柔らかの話からいろんな各地のお菓子の話とかしようかなって考えてたんですけど、何にもしてないでずっとくだらない話しちゃったけど、楽しかったです。ありがとうございます。また話しましょう。なんか話したいことあったら言ってください。はい、あ、はーちゃんにビンゴの抽選をしてほしいって、なんかさっきも来てました。そんな、してほしいですか本当に。なんで、なんでよ。してみる、頼んだら絶対さ、やらせてくれそう。絶対かわかんないけど、柔らかオンラインで買った、嬉しいです。もう絶対、絶対ってめちゃめちゃ絶対欲しいから、絶対食べて。近所にバイリンのある、あ、ぜひぜひ、うん、クロースってやってきてください。はい、夢中からだったけど楽しかった、ありがとう。こちらこそ、ビンゴ抽選席、楽しかった、ありがとう。ジュナナキちゃんがビンゴ抽選した、そうなんだ。前なるちゃんやってたね。この間初ビンゴで大優勝でした、おめでとう。確かに、なんでしてほしいですか。ちょっとなんでしてほしいのか気になるけど、機会があれば言ってみようかな。5月12日の3部完売メント、ありがとうございます。5月12日オンラインだ、の最後の日だ、オンラインの最後だ。完売ありがとうございます。倍完売とか残りわずかとかなってて、本当にびっくりちょんまげです。ありがとうございます。4月27日と28日の第2部、第2部、あ、そっか、第1部朝早いからかが残りわずか、あら、ぜひ来てほしい。ちょっと私もそろそろ準備を始めよう。はい、そうなんだ、ありがとう。ありがとう、楽しみにしてます。はい、じゃあそんな感じでそろそろ終わりにしようかなって思いますね。リンゴ抽選はでもさ、やってほしいってみんな言ってるけどさ、そのみんながいる時にさやる可能性はとても低いと思うんですけど、それでもいいのかな。やったぞっていうことがいいのかな。
そう、それでもいいなら全然私はやりたいんですけど、でもなんか最近みんな全然当たんないよって言ってるからさ、そんな中そんな中そっか、じゃあ一回ぐらいやらせてもらえるように言ってみますね。そこにあなたがいるかいないかはあなた次第です。はい。いる時にしてほしい。そうだよね。うんうん、ねえ、はーちゃんの劇場は毎回応募するので毎回当てるつもりです。すごい。ありがとう。はい、ちょっと笑いが、微笑みが止まらなくなったところで終わりにしたいと思います。そうだよね。うんうんうん。じゃあランキングを読ませていただきますね。第13位の方から、タミさん、ありがとうございます。メキシカンサンタさん、ありがとうございます。おりんごさん、ありがとうございます。ポニーテール最高さん、ありがとうございます。のりさん、ありがとうございます。ハッシーさん、ありがとうございます。ぼうちゃん、ありがとうございます。ましろちゃん、ありがとうございます。よしのりさん、ありがとうございます。みすずちゃん、ありがとうございます。ジェームスさん、ありがとうございます。やまちゃんさん、ありがとうございます。そして第1位はスピーナさん、ありがとうございます。クロス、ありがとう。はい、ということで皆さん見てくれてありがとうございました。なんと今クロス家ではいい匂いがしております。今夜の夕飯はきっとお肉でしょう。ということで皆さんありがとうございました。もう10時過ぎちゃった、遅くなのにありがとうございます。また また会いましょう。あ、お話し会と握手会お待ちしております。じゃあ自己紹介して終わりにしたいと思います。あなたの視線と私の視線をクロース、はーちゃんことクロスはるかでした。ありがとう、テレマッカシー、サンキュー、バイバーイ。バイバーイ、ありがとう、楽しかった、またね、さらまた。